完全に乗り遅れました。飛行機、僕の確認不足です。理由はですね、はい、お釈迦さん、行ってらっしゃい、気をつけてね、帰りは。またバリ来るでしょ。はい、じゃあ待ってます。はい、バイバイ、気をつけてね。はい、はい、イミングで今抜けまして、なんていうのかな、デューティーフリーのあたりをね、今歩いております。タイミング的に、チャイニーズニューイヤー、春節がね近いっていうことで、中華系のこうお正月みたいな感じのね、飾り付けがねたくさんされてて、賑やかな華やかな感じになっておりますね。はい、ここでね、皆さんたくさんお土産買うんですね。はい、前よりもなんかこうすごい、なんていうのかな、すごい感じですね。3年ぶりにねここを通過してるってことで、だいぶなんかエモいというか、なんか感慨深いものがありますね。はい、こんな感じで、ここは時計屋さん？いろんな時計がありますね。ハミルトンね、ありますね。マーク・ジェイコブス。バリ島にいるとこう、なんていうかな、ブランドものとは無縁な感じするんですけれども、はい、前よりもどうなんだろうな、変わったのかな。とにかくすごいね。はいはい、天井る。あ、BNI の ATM も中にある。はい、お金持ちの方がね、上に行きます。はい。レストランも結構ね、すごい混んでるな。結果的に人がね、いっぱい来てたってことなのかな。日本人の方はね、なんか数組見かけましたけれども、そんなに多いって印象は受けてないですね。そんなにっていうか、わずかって感じの印象ありますね。If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your personal belongings behind and proceed to the nearest exit for the landing. In compartment, and remember to take all your belongings with you when you disembark the aircraft. All electronic devices must remain switched off until doors are open for disembarkation.はい、今マレーシアのクアラルンプール空港に来ています。はい、乗り換えなんですけれども、どこ行っていいか正直分かりません。はい、目的地はね、今回成田、
田、成田、ああありましたね、成田 C の36、成田、成田、ああありましたね、成田 C の36、おお、成田 C の36、今ここは G だったっけな。はい、 C にはどうやって行くんだろう。 G だらけですね。インターナショナル C、 C36 ドメスティックフロー、もう全然わかんねえぞ。これを見ると A とか B とか書いてるけど C って書いてないの。ああマジでわかんない。ドメスティックじゃないし、インターナショナル、どっかでトランス、あ違うか。 A と B C チェックインデパーチャー C どれだ。あマジでわかんない。上の方向けばね書いてるんじゃないかっていうねありますけど、マジでわかんないな。あ、C って書いてる。 C って書いてるの見かけました。 C やっと見つけました。なんとかゲート、まっすぐ、とにかくここまっすぐ行けばいい感じだな。あーよかった。マレーシアの空港何回目かに来たけれども、トランジットで来たのは初めてなんじゃないかな。いやー、あ、電車乗っていく感じだ。 C はね C36 だったと思うんでね。エアープロート、ロシア系じゃないかな、わかんないけど。あ、こういう感じの電車に乗るのね。はいはいはい、次どこに来るかわかんないけど、人多いところに行けばねとりあえずいいんじゃないかな。はい、おお、なんか案内してくれてる、こっち代表的なね、うん、yeah. こっちが来るか。荷物置き場風のねところがあるな。ちょうど新名のところにあった。他の車両に移動できないようになってる。1、2分、2分経ったかなぐらいのね時間で、C のねところに来ました、うん、ターミナル C って言われてるな。はい、来ております。
なんかね、シンガポールのね、空港みたいですね。こういう風にね、電車があるとね、空港内。はい。今ね、時間は、こちらのマレーシアの時間で、8時20分ぐらいですね。ブランド物屋さん。よしよし。はい。今回はね、C の36。なので、You are here。 あ、すぐか、すぐ、こっから行くと36がすぐっぽいんで、あえてね、ぐるっと回るような感じでね、遠回りしていこうかな。お、修学旅行か、団体客みたいな人たちがいますね。なんだろうこれ、本当は曲みたいな人たちがいますね。はい、ちょっとぐるっとね、遠回りしていこうと思っております。ちょっとね、ここの空港をね、少しね、時間もあるし、楽しみながら。これは香水屋さん、このね、タイミングで食事するかどうか迷いますよね。太っちゃうからな、食事すると、はい、はい、ヒヤヒヤ、あっち行くとどこなんだろう、あれか、入り口になるのかな、出発ロビーとかイミグレになるのかな。あ、バーガーキングが間もなくできるよって感じで書いてますね。まだありませんやっぱね、バーガーキングとかマックとかね、見つけると安心しますよね。あ、スターバックスもね、ありますね。スターバックスも安心しますよね。深夜便だから飛行機の中でなんか出るのかな、朝食とか出ちゃうのかな。なんか食べたい気分と、食べると太っちゃうかなっていう気分と、半々ですね。うん、半々なのがまずいのか。うん、よしよし。お土産物屋さんね、もうなんかレジ締めみたいな感じになってますね。出発までの時間を、どこでね、潰したらいいんだろう。昔はね、バリ島に住む前はよく海外ちょこちょこ行ってたんで、ラウンジとかね、ね、マイレージとかね、貯まるとね、ラウンジとか使えるようになったりして、ラウンジでいましたけれども、そういうね、今は身分じゃないんでね。お、エルメスありますね。エルメス、確かインドネシアでハーメスとか言われてなかったっけな、気のせいかな、なんかそんな感じで言ってたような気がする。どこに座ろうか問題ね。あ、ブルガリもありますね。どこに座ればいいかね、わかんないですけど、どこに座ろう。36は、あれ、さっきのところ戻ってきちゃったんじゃない。過ぎた過ぎた、こっちだよ、完全に戻ってきちゃった。こっちだよ、ソニーのショップがありますね。ここをまっすぐ行くと36のこのエルメスの奥だったんですね。
にいそう。バーガーキングはな、やったらバーガーキング痛かったけど、ここは食べない方がいいって神様が言ってるんでしょうか。長時間休めそうな場所たくさんあるな。まあでも搭乗ゲートにね近いところにしないとな。あ、マッサージチェアが並んでる。お金出してこのマッサージチェアで寝るっていうのも一つですよね。いくらぐらいなんだろう。ルピア使えるかな。システムが、あ、システムがよくわかりませんけれども、やっとこの辺搭乗ゲート付近に来ましたね。これ中に入っちゃうか問題があるんだな。入っちゃうと食べ物が楽しめない。あ、食べ物を楽しむか相当迷ってはいますけれども。はいはいはい。あ、手荷物検査ありますね。またね。はいはいはい。今回は36でしたので、もうちょっと奥ですね。日本みたいな自販機ある。日本も今ほとんどこうなのかな。なんかクレカと e ウォレットって書いてある。なんかアプリで払うってことなんですかね、こちらのね。とりあえずこの辺で時間まで潰したいと思います。まあ仕事でもしてようかな。完全に乗り遅れました飛行機。僕の確認不足です。理由はですね、マレーシア航空のウェブサイトで撮ったんですけども、撮ったチケットが JAL だったっていうところです。なのでちょっと僕が JAL のチケットだと思わず、マレーシアのところで、まあ1時間ほど違う時間帯の飛行機だったんですけれども、結果的にはマレーシア航空の方が遅い出発で、ずっと待っててしまったところですね。で、搭乗しようとしたら、違うよと、飛行機が違うよって言われて、そのタイミングではもう、本来乗るべき飛行機がもう出発してたということです。成田に行ったはずの、バゲージはマレーシアにありました。疲れた。すげえ行ったり来たりだよマジで。
なんとか別の飛行機を取って到着することができました。あーやばかった。その後ね、荷物のトラブルとかもまたあってね、あれもよく気づいてよかった。まさかバゲージは、まだね手元にあったっていうね、バゲージだけ成田に行ったってことじゃなかったみたいですね。なんとか成田に着きました。予定よりも何時間も遅れて、朝到着する予定が夜到着になってしまいましたけれども、なんとかなんとか着きました。いやなんか成田も全然変わってるんじゃない？全然わかんない。浦島太郎状態です。よくわかんないな、どこに行けばいいんだ。まずはい、第一ターミナル行きの、ターミナル連絡バスのところに来たんですけれども、まさかの、時間切れ。さっきも見たんですけど、3台ぐらいねバスが動いてるような表示だったんで大丈夫かなと思ったんですけど、5分10分遅かったみたいで、はい、今は23時03分はぁって感じですかね。はい、歩いていきたいと思います。本当に10分20分ぐらいたどり着けるのかな。バスで5分ってなってたけど、マジで。はぁ、第一ターミナルの駐車場を通過しております。マジで疲れた。ここまっすぐ行けば第一ターミナルっぽいっす。疲れた。シャワーだけでもと思いましたが、営業時間外です。利用できる時間にはもう出発時間間もないんで利用できないようです。僕たちはオンラインサロンをやっています。イエーイ、オンラインサロンは各種割引サービス、インドネシア語勉強会、オンライン交流会、ネットでは見つけられない経験に基づいた不動産や法律の知識、物件情報の深掘りなど、お互いに情報交換できる仲間と出会えます。詳細は概要欄のリンクから。皆さんよろしくお願いします。3秒ルール、2、3、これですね、はい、炙っていただいて、すげえ、あとはもうこのままでもいいですし、わさびとめねぎ好みで、はい